はい、ゴスケです。ヤッホー。今ね、何やってるって、お買い物してるんですよ。カートに入れる。これでいっか。バッテリーがね、忍者のバッテリーがもうダメで、充電しても上がらなくって、配送指示。ポイントを利用する。結構溜まってんのね、こういうのね。気がつくと結構溜まってる。カードのか。お、4400円で買えるんじゃないの。今回はさ、これもっと使えんじゃん。すげえ、俺ポイント1万いくらある。プロモーション残高、これを使う。JCB、ただになっちゃった。ただになっちゃったよ。いいね。続行。いつもポン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 買い物しちゃってさ。0円。0円。まあいいか。そんなものを見せてどうすんだ。皆様は一体何を見せられてるんでしょうか。はい、確定。はい、バッテリーを買ったゴスキャです。はい、こんな感じでね、前回に引き続き裸エプロンではお伝えしております。はい、これね、 OS さんのやつなんだよ。そうなのよ。乗ってねえからじゃなくて、もう寿命だよね。何年？ 5 年？いや、6年か。持ったよね。あの手のバッテリーにしちゃ持った方。噂の開放型のバッテリーだったんだけど、純正のやつね。純正のやつって結構高いんだよね。噂の重たいやつ。今回ね、値段は安いんだけど、密閉型のやつ、メンテナンスフリーのにしてみました。どうなることやら。まあまあね、半額で2年半で壊れてももうダメになってもいいんだなとは思うんだけど、よいしょ。前回は右の方からお伝えしたんで、今度は左の方から。はい、またね、カタカタとミシンを踏みながらなんか喋ってみようと思いますよ。よいしょ。今度は直線。前回はね、曲線をやってたと思うんですけど、今度はね、直線です。ね、針がちょうど落ちる場所がここの中心よりちょっと後ろぐらいかな。ちょっと後ろぐらい。もうちょっと後ろでもいいけど、まあまあこんなもんかなっていうところです。はい。で、最初の一つは、ね、もういつも使ってるこれ。もう2.5で幅が固定なので、こいつをキュッとね、手縫いも何も全部同じにしたいんで、線が入ってますね。ここの真ん中に、一応ね、一応ですよ、真ん中に針が落ちるのを確認して OK。はい、このアングルダメじゃんね。俺の手がグッとグッと上げる。グッと上げる。よし、これでどう？まあ別に。何なのっていう、何なのっていう。画像だと思いますけど、画像、動画。今回から
レザークラフト関連のキーワード検索ランキング、検索ランキング、検索ワード集みたいのがあったので、こんなキーワードでレザークラフト関連の人はいろいろ検索してるよっていう一覧があったので、そいつをねちょっとなぞってみようかななんて思ってるんです。あいうえお順、 ABCD 順で、それはネタにならんだろうっていうものも結構あったりするんで、そういうのはスキップしちゃうんだけどね。で、その時に何か道具とか技法とかお見せできるんだったらお見せで すりゃいいじゃないのみたいな、手軽にできることだったらだよ、それをお見せするのにすごい時間がかかったり手間がかかることはね、喋りだけになっちゃうと思うんだけど、っていうか大半が喋りだけになっちゃうような気もする。こんな風に今自分がやってる仕事をしながらそのことについて解説していくっていうのがまあまあパターンなのかなっていう気もするんだけどね。どうこれ、ぴったりいく？ぴったりな気もするけど、はい。前回はね、これガーッと引っ張った時にカラカラって音が聞こえて、あ、そろそろないだろっていうのをお見せしたと思うんだけど、それであと2個いけるって言ったらあと1個でしたね。はい、それで縫い直すという失態をお見せしましたけども、ね、変えたばっかりなんでまだまだあります。何が魅力って、これ大釜だからさ、倍釜と言われてるやつで下糸がいっぱい巻けるんだよね。下糸をさ常にやっぱ気にしてないといけないじゃない、途中でなくなると嫌だから面倒くさいし。それが半分になるっていうのはとてもいいよね。あ、ちょっと端に寄った。いかん。これいまいちだな。これいまいちだわ。あとで縫い直そう。何をやってんだ俺。で、今日の記念すべき第1回目は、あ行。レザークラフト、ああ、ため息、違う、そうじゃなくて、浅草橋。浅草は何度か行ってます。何度か行ってます。で、またちょっと行かなきゃなと思ってることもあります。まあ、レザークラフトがっていうか、革細工というか、革業界というか、浅草はね、問屋さんもいっぱいあるし、革だけに限らず、この革の仕事に関連する、なんちゅうかな、金具だったりとか、芯材だったりとか、ね、ホックだったり、ファスナーだったり、ね、資材、副資材、接着剤もそうだし、なんていうの、糸もそうだし、そういったところの問屋さんがわさっと集まってるよね。そう、集まってるのよ。でも、そういうところをこう、回っていきたいなって思う方結構いると思うんだ。でもね、今は分からないけど、最近行ってないからね、全然分からないんだけれど、基本的に問屋さんなんで、土日はやってないですよね、平日です。お仕事として行くので、だからお客さんもお仕事として来るので、土日はお仕事として来る人はいないので、お休みのところが多いんで、問屋さんもやってないんだよね。
っていうのがありますよね。そこがだから土日やってるとこもあるの知ってるよ。土日やってるとこもあるの知ってますけど、で問屋さんって言っても普通に一般に小売りもしてるよっていう、ところもねかなり多いので、一元さんお断りみたいなのもなかなかまあ ないわけじゃないけど、ね、ちゃんとアポが必要だったりとか、それなりにこちらも準備していかなきゃダメっていうのもあるけどね。そうなんです、浅草。まあ川関連で行ったぐらいかな。その時にあの浅草寺はなんか行ったな。であれを食べたな、なんだっけ、あの芋ようかん、芋ようかんだっけ、船なんとか、なんか船っていう文字がなんか頭に浮かんでる、船なんとなんだっけ、いやあの時に食ったっきりだから覚えてない。でそれの味のソフトクリームがあって、それが美味しかったような記憶があるな。なんでしょうね、船橋、船井、船、わかんねえ、ダメね、記憶力が。ちょっと待てよ、よし、うまく修正できるでしょうか。縫い直します、1個。ちょっと真剣、怪しいところは手回しでね、確実に。この皮さあ、あ、大丈夫だ。プログレっていう皮なんだけど、いつも使ってるイタリアンレザーとは違うのね。これは国産の皮だね、プログレ。この色がすごく、これも浅草の問屋さんが扱ってますよ。まあ、なかなかね、どこの問屋さんで買ってどうだこうだってなかなか言う人はいないと思うんだけど、これを仕入れた問屋さんすごくなんか感じが良かったな、対応が。ね、これ以降全然買ってないけど、なんかすごくそんなに大規模に大量にこうっていう感じではないけど、アットホームな感じでだった気がする。ただなんか覚えてるのは、皮を巻いて送ってくる、来てくれるんだけど、その皮を巻く、あの保存する時も巻いたまんまね、巻き直したりなんだりでたまにやってるでしょ俺。皮をこうそう巻き直す、おじさんがもおじさんがこうなんていうのかな、気持ち悪い声を出してうわっとか言ってるあの動画ですよ。その時の皮がもう巻く紙がなんか短かった気がする。まあ紙いっぱいあるんで、ああいうの巻くでっかい紙があるんで、それで巻き直してるんで全然構わないんだけどね。でこれプログレって半サイのハーフサイズとか4分の1サイズもなんかなかったっけかな、確かあった気がするよ。で同じこのプログレっていう皮で、プログレだったよな、違ったらごめんね、セルリアンブルーっていう色のもあって、それもねなんか透明感があってすごくいい色で、色で気に入って仕入れていくつかアイテム作りましたね。
関西で2枚ずつぐらい買ったような気がするんで、これが残ってるやつで、まあ夏だし、このね、鮮やかなブルーでちょっと、いつものアイテム作ろうって思ったので、で、これで最後なんだけどね。セルリアンブルーはね、なんかファンの方がいて、セルリアンブルーのアイテム作らないですかみたいな問い合わせもね、いただいちゃいるのよ。でもね、きなりまだですかとか、やっぱ写真を待ってますとか、いつものやつね、いつものイタリアネザーね。なので、まあ今回はほら、革の保管庫もさ、スペースは限られているわけじゃない。で、最近またね、以前使ってて最近使ってない革をまた新たに入れたんで、もういっぱいいっぱいで、なんとかこの巻いてある革を減らさなきゃいかんというので、これもう少しで使い切るから使い切っちゃおうみたいなのが正直なところなんだけどね。よいしょ。浅草ぜひね、平日をおすすめしますよ。で、今あるかな、なんか浅草の革屋さん巡りみたいなのの問屋さんもそうだし、金具屋さんもね、そうだけど、のあのマップ、地図をね、なんか公開してるウェブページがあった気がしたな。一回自分の足でね行って、いろいろ見るといいと思いますよ。では、お店の感じとかね、中の人とか。で、通販やってるとこもありますからね。てか、大概やってるのか。で、一回見といて、ね。で、次から通販でお願いするみたいな。うん、やっぱり生で見れると違うもんね。これね、こうやって縫ってるでしょ。ここでこっちの足が浮くでしょ。これはね、膝を右にこうで、下にあるプレートを踏むと縫うっていうね、右足でコントロールしてるのよ、針と。これはこいつは膝で、この針はつま先で、ちょんちょんって必ず下で止まるっていうのはサーボモーターだから。で、スピードのコントロールもつま先で、進んでいる方向は左手で、つま先じゃなくてかかとを踏むと針が上がると、そんな感じです。右手は何してんだよって話だよね。でも標準はこっち向きなんですよ。これがまんまぐるりとひっくり返して、鏡に映ったように右側にこの隙間があるミシンもあるんだよ。靴用って言われてるけど、どうしてなんだろうね。違った？ただね、浅草、あっちの方、駐車場とかもさ、車で行くとさ、べらぼうに高いんだよね。長く置いとくとね。
まあいいんだけど、でレンタルサイクルとかでさ、天気が良かったらね、今はあれがあるのかな、なんかキックボードみたいなやつ、まあそういうのでそんなに広い範囲ではないけど、歩いて回るには結構な距離があるから、そういうのを利用して行くといいと思いますよ。で多分だけど、ちゃんと送料を置いてきたら、例えば川ね、いいの見つけたとしたら、自宅に郵送とかもしてくれるんじゃないかな。俺が行くときはまあまあ大概車で行っちゃうんで、だって川さ、帆菜をさ2枚も3枚も丸めたバズーカみたいなさ持って電車乗るのもちょっと大変じゃない？で濡らしたくないじゃん、雨でも降ろうもんならちょっとシャレにならんしさ。だからまあね、そんなに大きくないもんだったらいいけれどね、回ってる時にわーこの川すげーいいって発見しちゃったらさ、で川はねやっぱり平積みで置いてるわけじゃないから、なかなかね見せてくださいって言ってもさ、手間かかるじゃん、広げてさね。だからね、なんか悪いなってね、何枚も何枚も広げて見せてもらって何も買わないで出るのも嫌じゃない、やっぱりちょっと失礼な気もしちゃうじゃない、わかんない、そういうの俺はそういうところの面の皮は厚くないからさ。まあでも端の方ちょこっと見て触って厚みとかも確認できるから、わかるっちゃわかるけどね、結構ね。どこだっけな、アンドレザーさんだっけなに行って名刺を渡したのかな、ちょっとお話ししただけなのかな。今はほら YouTube で俺こんだけ声を出してるじゃない、あれだけど、その当時は YouTube やってなかったんだけど、ゴスケ屋っていう屋号でやってるんですみたいな話をしたら、あらゴスケ屋さん知ってる知ってるって言ってもらえて、なんだかとっても嬉しかったのを覚えてますね。こんなお店、こんなところまで来た、こんなお店でも俺のことを知っててくれるんだなんてね、ちょっと嬉しかった記憶があります。なんかすごく揺れてる。まあね、冗談で、本当冗談ですよ。レザークラフトをやってて、ゴスケを知らねえなんてモグリだぜなんて言うことありますけど、冗談ですからね。本気でそんなことは思ってないですから。よいしょ。でもね、店員さんが知っててくれるのはなんか嬉しいっすよね。それとかね、ちょっとした知り合いさんが某問屋さんに行った時に俺のことを聞いてくれたらしく、ああ知ってます知ってますって言ってくれたみたいで、まあまあそこの担当さんとはね電話でなんとかお話もしたことがあったりもするんだけど、から今分かった、ちょっと引っ張りながら送ったの、まあいいか、ちょっと引っ張りながらとかちょっと押しながらとかで最後の穴を合わせたりすることもあったりするんですよ。
これをなこうずっと同じスピードでくるんくるんくるんって回して縫ってたりするのを見るんだけど、あれはできねえ。どうでもいいものならいけるけど、なんかこういう風にステッチが目立つアイテムはさ、ね、これがブライドル、これがリスショーかな、違うブッテロだ。でこれがプエブロ。うちさ最近ずっとキーホルダーを出してるじゃない。でその時のこのロッドのえば今回は赤で、この赤のこのプエブロだったり何だったりかんだったり、これはリス塩かだったりのをついでに作って出すんだけど、で要はこういうアイテムを買った時にね、同じ革同じ色でキーホルダーもあったらいいよねと思って、なんかこういう小物とかがポケットの中に入れてるものとかがさ統一感が出たりするじゃない。で俺そういうの嫌いじゃないから作るんだけど、いろんな種類のいろんな革でやってるから、そうじゃなくてキーホルダーコレクションをしてる方が結構増えてきてですね、だから自分の持ってないやつがあるとどん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 買うみたいな、あーそこ来たかと思ってね。まあ面白いよね、僕の扱ってるこの革のバリエーションで各色結構広くやってるんで、いろんなのがと比べられて面白いかもなーなんて。ちっちゃいしね。そう、じゃらじゃらっと束にして、こう、ね、コレクションしてくれてるのを、こう、写真を送ってくれたりとかして、ちょっと嬉しかったですね。はこんな雑談みたいな感じで進んでいくのかな、このシリーズは。よいしょ。こんなアングルからのが見たいとかあれや、いっか、それはないか。ちょっとやってみようかな。どうでもいい革で。こいつを素早く曲がる練習なんてことはしたことがないから、なんか調子いい時はクルンクルンって やってたこともある気もするけどな。例えばさ、まあどうでもいい皮を準備して、あーここがあれよ、さすがにこれだと、ぴったり90度だと真ん中に落としたいけど、それはその速いスピードじゃ無理じゃん。よいしょ。
こういくじゃん。なんか無駄なことしてますね。あ、遅かった。これよな、やっぱりここはうまく曲がれたけど、シュシュンって。これ曲がるのが遅かったから脱線してるよね。これが怖いんだよ。これをシュッていければいいんだけど、でもね、カーブでここでスピードが少し落ちたからって、落ちたからってどれぐらいの時間のロスなのって。でもな、そこも詰めていきたいところではあるんだけどね。かなりの安全運転だったのがわかるでしょうか。まあカーブが鋭角っていうのもあるかもね。これで 7.5R ぐらいかな。まだまだまだあるな。まだあるまだあるんだ。あれ外れた。なんか軽いと思ったら外れた。外れたというのはですね、ここに行っちゃった。こいつは、あ、危ない危ない。正面から見て右回りでセットして、ここを外れちゃったってことね。これね、同じ赤でも本当、この例えばブッテロとリス塩を同じスムースの皮でも2つをさ使い比べて、また同時に使って、このエイジングの差みたいなものをさ感じれるとか、すごい贅沢だよね。すごい贅沢だと思う。だし面白いと思う。まあ、あ、画面からじゃ伝わらんけどな。この、これ、わかるかな？持ってるところが。これ同じ厚みです。この曲がり具合。こうのがわかるか。曲がるでしょ。曲がれしないでしょ。ね。この張りの違いとか、よいしょ。まあ張りが強いからいいってことではないんだけど、好みだけどね、この辺は。ね、画面からだけじゃ伝わらないいろんなものがね、実際に手に取ってこう。そうやって比べてもらえるような、実際にね、そういう風にお買い物してくれてるユーザーさんっていうのもね、結構多いんですよ。一つだけじゃなくて複数持ってくるっていう方がね、うちはお客さんすごく多いんで、嬉しいよね。まあ動画、今回は浅草橋、こんな感じで終わりにしましょうかね。はい。
次は多分こいつの糸の処理をしながら、これ一連のここ1時間の作業で3日分の動画を撮ってるということになりますけどね。そうなんです、今ねちょっとあまりにも動画のストックが少なくなってしまったので、なんかまとめて撮ってます。はい、こんな動画でよろしかったらまたお付き合いいただけると幸いでございます。よいしょ、ミシンいいでしょ、頼れる相棒です。はい、てな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。